夏之助です。五木六波は練習ではバカみたいにボカスカ打つんだけど、チャンスでは全く打てないんだよね。守備でも足引っ張って僕が負け投手になったりしてさ、監督にも見限られて二軍落ちの大ピンチ。そこで僕は五木を知ったし勝を入れたんだけど、次回首位浮上、2日目明日の成功、今日の銭グラゼニ。